様も疑ってたのよ。どこかに秘密の扉や階段があって、その中に金髪の愛人が隠れていると信じていたわ。六軒島の魔女伝説って、私の聞いてた話では、子供たちが未開の森に入り込まないようにって言って作った怖がらせるためのおとぎ話だったんだけど、なんだかそれだけじゃないって気がしてきたわ。まあ何しろ後宮の屋敷以外に何もない寂しい島だからな。俺やローザがガキの頃は、そりゃ雷雨の夜に森から聞こえてくる木々のざわめきに怯えたもんさ。その木々の間から不気味な何かが様子を伺ってるんじゃないかなんて妄想、ガキだったら誰でも考える自然なものさ。だが俺やローザがそう訴えるのを聞いて、ガキの妄想だろでは済まさない連中もいたってことなんだろうね。そうだろ姉貴。私や兄さんはこの島に隠れ住んでいる愛人が人目を忍んで出歩いていたのを偶然あんたたちが目撃したのではないかと考えていたわ。もちろんお母様もね。古い使用人たちの中にも、深夜の屋敷内に肖像画の魔女が徘徊しているというような怪談が語られていた。私はそれを表向き怪談として笑い捨てていたが、内心は秘密の愛人の存在を十分に疑っていたよ。となると、この島に19人目の何者かがいるかもしれないってのは、全くバカバカしい話でもないっちゅうことなんか。いや、むしろどこかにいるかもしれないわけか。よくルドルフさんの言う悪魔の証明というやつになったわね。19人目がいることは証明可能だけれど、19人目が存在しないことは証明不能。私たちはベアトリーチェという名の人物が島のどこかに潜んでいることを前提に議論を進めるべきなの。危機管理の基本としては正しいが、いるわけがないと思うよりは、いるかもしれないと用心する方がはるかにマシだろうよ。そうやな。すまん、ちょいと不用心が過ぎたわ。どうぞさん、さっきは笑ってすまんかったな。あ、別に気にしてないです。親父殿はかつて不意に所在を知らせずに姿を消すことがあった。何しろ静寂を好むお人だからな。わざと所在を知らせずどこかの書庫に閉じこもっているなどということは別に不思議なことではなかったよ。しかし魔女伝説が愛人説にすり替わり、やがてそれはこっそり愛人のもとへ通っているのではないかと囁かれるようになった。末期のお袋は疑心暗鬼の塊だったからな。突然大騒ぎして使用人たちに、緊急事態だから今すぐ親父を探せなんて騒ぎ始めることがあったっけ。あったわね。晩年のお母様はそんなことばかりだったから、未だにその怖い雰囲気が拭えないわ。今だから言える、かわいそうな人だったわ。それでその大々的な矢探しの結果どうだったんや。何か見つかったか。いいえ、隠し部屋はおろか一度たりともお父様が発見されたことはないわ。そしていつもそれからだいぶ時間が経ってからひょっこりとどこからか姿を現すの。どこかの書庫で昼寝していたとか、
風に誘われて浜辺を散歩していたとかなんとか言ってね。でもそれらの場所はいずれも使用人たちが必ず探している場所。お父様がどこに行っていたのかはいつもわからなかった。当時からお父様はオカルトに傾倒していることが有名だったから、一部の使用人たちは蝶にでも化けてバラ庭園を待っていたのだろうなんて嘘吹いていたっけ。つまりお父さんは誰も知らないどこかへ姿を消すことが頻繁にあったのね。ああ、どんなに屋敷中を探しても見つからないんだから、親父は屋敷の外へ行っているのだろうという見解になった。だが屋敷の外ったってそれほど大した場所はない。となると残るのは広大な森だ。それで森の魔女伝説と融合してできた仮説はこうだった。親父は実は森のどこかに隠し屋敷を作っていて、そこにベアトリーチェという名の愛人を住まわせていて、時折通っているんじゃないかってわけだ。私も当時は若くてね、親父殿の浮気の現場を抑えてやろうと意気込み、表へ出る親父の後をつけようとしたこともある。もちろん失敗したい。親父は表へ出るとき異様に人目を嫌い、誰かに見られてないか警戒していた。それこそ異常なクラブね。だから逆に確信したい。家人に知られてはならぬ理由で出かけているに違いないとね。そら愛人のところへ出かけるんや、人目も忍ぶやろな。まあとにかく西洋かぶれのお父様が自分の夢をまるでスケッチブックに描くみたいに実現したのがこの島なのよ。全てがお父様の思い通りの島。愛人を住まわせる隠し屋敷があっても何の不思議もない。お父様の愛人の噂はいつ頃から？この島に引っ越してきた当初からだから、あれこれ30年くらい前だな。何しろ隠し屋敷の工事なんて俺たちが島に来ちまったら無理だろう。人とか機材の出入りがあるもんな、すぐにバレちまうさ。だから可能だとしたら俺たちが引っ越してくる以前、多分俺たちがまだ小田原に住んでいた頃にこの屋敷の工事と一緒に済ましていたんだろうね。お父様は家族生活と愛人との生活の二つを両立させようと最初から想定していたと考えるのが妥当なんでしょうね。多分愛人との関係は小田原時代にまで遡るでしょうし。だろう、うん、親父殿が言うように後宮家復興の軍資金となった莫大な黄金が彼女によってもたらされたとするなら、小田原時代にはもう信仰があったと見るべきだろう。莫大な黄金を貸し付けられるだけの信頼関係だ。どれほどの古い縁か想像もつかんね。おそらくお父様が事業で成功する上で何か貴重な助言をしてくれたのでしょう。それに恩を感じ、その人物が黄金を与えてくれたというような言い方をしたと考えるのが自然です。そうと考えればその後も信仰があったのは当然でしょう。それはおそらく愛人というただれた関係ではなく、後宮家の危機を救った恩人としてに違いありません。夏希さんの言うのも一理あるかもわからんな。だが仮にそうでも、隠し屋敷を作って住まわせるってのはちょいと行き過ぎた話やな。恩だけでは測れん感情があったんとちゃうか。まあ全ては憶測だ。第一、その隠し屋敷は誰も見つけたことがねえ。
兄貴はこの島をリゾート開発する気なんだ。その際にひょっこり見つかるかもしれねえぜ。案外そこに黄金もあったりするかも。お前は六軒島を宝島か何かだとでも思っているのかね。とぼけないでよ。兄さんがリゾート開発と称して島の全域調査を計上しようとしてたのを知ってるのよ。例のトラブルのごたごたでできなくなっちゃったそうだけどね。なんだか知らんが誤解だな。島の調査はリゾート化の第一段階として極めて当然のことだ。森に魔女が住んでるっていうのはそのまんまおとぎ話やが、森の中に誰も知らない屋敷があって金髪の姉ちゃんがひっそり隠れ住んどるっていうのも十分おとぎ話やな。そうね、シチュエーションだけだったらまるで童話か何かみたいね。ローザ、そういうの好きでしょう。まあね。この島に屋敷を建てた頃は親父殿の特に全盛期だ。金に物を言わせてどんな妄想も実現したばる。森の中にひっそり佇む魔女の屋敷、親父の好きそうなシチュエーションだ。だな、オカルトチックというかメルヘンチックというか親父の趣味って気がするぜ。お父さんがそういう夢を思い描いて隠し屋敷を建てることは不可能じゃないかもしれない。でも現実的な話、その隠し屋敷に愛する女性を不自由なく何十年にもわたって住まわせることなんて可能なのかしら。さあ、愛さえあれば可能なんじゃない。愛する女性が健やかに過ごせるような設備よ。それもお父さんなりのね。それはたとえ規模が小さかったとしても趣向を凝らした快適な邸宅に違いない。そしてそれを維持するには電気、ガス、水道、あるいは身の回りの世話に人間も必要かもしれない。食事の世話だって大変でしょうね。衣服や化粧品、日用品、いたずらだと決めつけるのも早計だと思うわ。それだけのものを家人にも使用人にも悟らせずに維持することって可能なのかしら。そこまで言われると確かに弱いな。だがそれでも親父ならやってのけるかもしれんという気持ちは残る。何しろあの親父だからな。そうね、あのお父様だものね。お父様はやり遂げることは何があってもやり遂げます。常人には難しいから無理だろうという理由はお父様に関してだけは当てはまらないでしょう。うん、親父殿に関してだけは見くびらん方が。親父の狂気は常人の思考では理解にも及ばん。お父さんの黄金伝説は
独権島を取得する前からや。となるとその愛人との縁は30年以上ということになるな。ってことは今いくつなんや。下手をしたらわしらと同じかそれ以上の年齢とちゃうか。体にもボロが出る年頃のはずや。どんな屋敷か知らんが人目に触れんようなほとんど軟禁に近い生活はそう快適とは言えんやろな。そうね。お父様が語るベアトリーチェについての話が正しいならその縁は30年以上。当時は魅惑的な若い女性だったかもしれないけど今は私たちと同格のタフな食えない女と考えるのが妥当でしょうね。手紙の内容からもそれは容易に想像できるわ。お前が言うか。よせよ兄貴。そして俺たちの想像が本当なら親父の遺産問題に彼女は胸を張って参加したいはずなんだ。何しろお袋と違い相思相愛だった可能性が高いからね。本人には愛人の自覚と同時に制裁としての誇りもあるかもしれない。それはお母様への侮辱に当たりますよ。ああすまん。だが親父とお袋が親戚の長老たちによる政略結婚だったことは誰もが知っている。だからこそ親父に愛人がいてもおかしくないと確信できるわけだがな。となると財産権どころか家督争いにも食い込む気満々ってことになるで。なるほどな。この手紙の趣旨が少しだけ見えてきた。碑文の謎を解く者に家督を。そういう意味か。仮にその愛人が後宮家に序列を得ていたとしてもその序列はお父様の血を直接引かない以上子供に劣る。つまり序列はローザより一つ下ね。とても家督争いに加われるようなレベルじゃないわ。そういうことか。魔女の碑文を解けば序列に関係なく家督が継げる。つまり全く可能性のないベアトリーチェにとって最も有利な条件ってわけだ。通信にも程があります。仮に愛人が実在したとしても当主継承権を争うなど身の程をわきまえぬ暴挙です。なんという身の程知らず。まあその暴挙のおかげで私たちにも公平にチャンスがあるわけなんだけどねえ。
それにお父様はこの暴挙を黙認されている。後宮家を継ぐのは愛人部屋と